ですが、ダイエットを始めようと思っている方、ちょっと待ってください。これまで1万人以上の女性の心と体のケアをしてきた経験から、ダイエット相談を受ける中で語られていないダイエット業界の闇、真相をお話します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回はダイエット業界の闇を大暴露します。かなりの覚悟を持って今回この動画を撮っています。なぜならこの動画を出すことによってダイエット業界から大バッシングを受ける可能性があるからです。それでもなぜお伝えしたいかというと、この動画を見てくださっているあなたにはダイエットをする上で必ず知っておいてもらいたいお話だからです。あなたが今後ダイエットで失敗を繰り返さないための大切なお話です。今からお伝えするお話で感じたことがあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。一つ一つ大切に拝見させていただきますね。また最後に、このダイエットは要注意、事前に知っておくべきことというポイントを3つにまとめてお伝えしますので、もうこれ以上リバウンドを繰り返したくない、人生最後のダイエットにしたいという方はぜひ最後までご覧ください。では早速内容に入ります。目次1、ダイエット業界の闇とは。目次2、こんなダイエットは要注意、事前に知っておくべきこと、ポイント3つ、腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきまして、お役立てください。それでは目次1、ダイエット業界の闇。まず質問です。これまで私が1万人以上の女性の心と体のケアをしてきた経験から、ダイエット相談を受ける中で皆さんに共通している悩みって何だと思いますか？それはリバウンド。あるダイエットリバウンドに関する調査では、全国の女性138人、30代から50代に調査を行ったところ、 99% の女性がダイエットを実践したことがあり、減量に成功したのは 60.9% でした。が、そのうち9割 90.5% がダイエット後にリバウンドを経験したということが分かっています。ここで言うリバウンドは、痩せるために無理をした結果、その反動で太ってしまったことを言います。断言します、このようなリバウンド確定のダイエットは絶対しないでください。なぜだか分かりますか？それはリバウンドを1回でも経験してしまうと、どんどん痩せにくくなってしまうからです。今あなたが取り組んでるダイエットは本当に大丈夫ですか？今のところ順調に体重が落ちてるから大丈夫、しっかり食べているし無理していないから大丈夫、このようにいろいろな価値観があると思いますが、それでは質問です。ダイエットが大丈夫かどうかの基準って何だと思いますか？体重が減る？体脂肪が減る？ウエストが細くなる？などなど、それぞれ基準があると思いますが、私の考えとしては、そのダイエットをすることで根本的な痩せ体質になっているかどうかということになります。世の中の多くのダイエット法は、1回痩せたとしてもその場限り多くの人がリバウンドしてしまうのが現状です。それはなぜだと思いますか？今まであれこれダイエットに手を出してはリバウンドを繰り返してきた結果、心も体もボロボロ、一番最初に澄香先生に出会っていればよかったですと泣きながらお話しされる生徒さんが多くいらっしゃいます。このように巷の多くのダイエット法は、デブ体質のままなのにダイエットさせる方法だから、ここが良くない。その理由は、根本的な痩せ体質にならないとリバウンドするからです。根本的な痩せ体質って何？と思いますよね。それは余分にたまった脂肪や老廃物などの毒素を自分の力で排出できるようになるってことです。これは健康でスリムな体型を維持するため、リバウンドしないために絶対欠かせない条件なんです。例えばリバウンドするダイエットをしている方の特徴は、食事を我慢するストレスから反動で過食が止まらない、すぐ疲れる、眠りが浅くて目が覚め便秘になった、髪の毛が抜け落ちて薄くなった、肌の色ツヤがなく周りから老けたねと言われた、このように体調不良になることがほとんどです。なぜだか分かりますか？体の中から体質
を変えずに運動やカロリー制限など表面的なことにアプローチしているだけだからです。こうなると体の中はデブ体質のままなわけですから、逆に代謝が落ちてどんどん太っていくというのはイメージできますよね。これを何年も繰り返してきて40代50代60代となってもうダイエットに疲れて諦めてしまった、これが多くのダイエッターの方の現状です。なので何をやっても痩せない根本的な原因はあなたの努力が足りないからではないんです。デブ体質のままあれこれ努力をしているからいつまで経ってもリバウンドを繰り返しているってことなんです。ではなぜどこに行っても結局リバウンドを繰り返すダイエットるんだろうって思いますよね。それはダイエット業界がその場限りの表面的なダイエット法ばかりで本質的なダイエットを提供していないからなんです。ダイエット業界本当に結果が出るのなら今頃こんなに需要はないですよね。ジムやエステなど様々なダイエットがあると思いますが、半数以上はこのリバウンドするのが分かっているダイエット法なんです。なんでリバウンドするって分かっているのに提供してるのって思いましたよね。それは多くのダイエット指導者がやらざるを得ないからです。なぜだか分かりますか？まずサービスを提供するということはお客様からお金をいただいているボランティアではないんです。お客様には結果を出してもらって口コミや紹介などで集客し続けないと事業として成り立たないですよね。これはサービス提供者としては当たり前のことだと思います。ダイエット業界は次のようなサイクルになってるんですよ。1、結果を出さないと売れない。2、そのために期間を決めさせて無理に痩せさせる。3、その実績を広告に使ってお客様を増やす。ところがその裏でリバウンドする人が続出。ダイエット指導者は儲かる、お客様はリバウンドを繰り返してどんどん痩せにくくなっていく、こんなサイクルになっているんです。また新規顧客を獲得するには広告費など膨大なコストがかかります。それより既存のお客様にリピートしてもらう方がよりリターンが早くて売り上げに結びつきます。なのでいつまで経っても居続けてもらえるようなサービスを提供してきます。ここでずっとお世話ならないと卒業したら自分一人ではできないと間接的に思ってもらえるような仕組みです。例えばこのプロテインはこのジムでしか安く手に入らない、トレーナーさんがいいって言うから次はこのドリンク買ってみようかな、食事指導はこれからも必要ですと言われて延長し続けているなどなど、サポート期間が終わってもいつまでも卒業できない仕組みが用意されているってことなんです。最後に分かりやすくこんなダイエットには気をつけてというお話をのポイントにまとめて詳しくお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ここからはこんなダイエットは要注意、事前に知っておきたいポイント3つ。それでは早速ポイント1、運動だけで痩せるは嘘。その理由は運動だけで痩せるには再現性がとてつもなく低いから。痩せるためには運動が一番やろうもんって思いましたよね。でも実際に運動だけで痩せたりリバウンドしないというのはプロのアスリートのようなメニューを続けない限り再現性はとてつもなく低いです。例えばたった1キロの体脂肪を落とすのに必要な運動量ってどれくらい必要だと思いますか？これは私もできないですけれども、フルマラソン2周分の運動量です。一般人には無理って思いましたよね。このように運動だけでは痩せません。ピンポン玉くらいの小さなおにぎりのカロリーを運動だけで消費しようと思ったらどれぐらいの運動量必要だと思いますか？最低2キロ30分くらいかけてウォーキングをしてやっと消費できるんですよ。この他にも運動しても痩せない方は思い当たることがないでしょうか？例えば1卒業したらトレーナーがいないので自分の力ではできないプログラムだった。2、期間限定で無理な運動をさせられてストレスだった。プロテインなどを購入し続けないとできないので続かなかった。しかも運動するとお腹空きませんか？運動したからこれくらい食べてもいいやってなりがちですよね。運動で消費した以上のカロリーを結局後で食べたら運動前よりも太っていくという負のスパイラルです。なので運動は現状維持には丸しないよりした方がもちろんいいです。
けれども腸活で内臓代謝を上げる方が動かなくても代謝が上がるイコール勝手にカロリーが消費されるので効果が高いし早く結果が出ます。また太ったことで腰や膝、股関節などに負担がかかっているのに無理な運動は NG です。私の整体サロンにも痩せようと思って無理な運動をして逆に痛みが悪化した方が多くいらっしゃいます。生活習慣や体の痛み、メンタルなど健康状態を全く考慮されない指導は大変危険です。以上、ステップ1は運動だけで痩せるは嘘。次にポイント2、カロリー制限をすれば痩せるは嘘。その理由はカロリー制限ダイエットに科学的根拠がないから。カロリー制限をさせるダイエット、これも多いですよね。1日1200キロカロリー以下、ご飯は1食あたり 80g みたいな管理マニュアルがあって食事量を制限される。このダイエットの問題点はその方の体の現状を無視しているところです。例えば男性、女性、年齢は、体重は90キロ、60キロ、こんな違いがあるのに同じマニュアルを渡されているっていうところもあるようです。全く同じ指導ってどういうことって思いますよね。中には体調不良や体の痛み、それに伴う薬の服用などなど何かしらの問題がある方もいらっしゃいますよね。それは体からの SOS のサインなんですよ。これを無視してただ体重や体脂肪を落とすためにカロリー制限をさせる、一般の人にとって大変危険だと思いませんか？こんな研究データもあります。ニューヨーク病院栄養科で何年もかけて肥満症患者100人に対してカロリー制限ダイエットを行いました。最終的に痩せられたのはたったの2人。この研究はその後50年間さまざまなところで実証されていて、現在はこうした方法ではほとんど効果がないことが証明されています。またただカロリー制限をさせてもサポート期間が終わって制限がなくなったら逆に反動で食べ過ぎてしまうって思いませんか？このようなカロリー制限だけを重視したようなダイエットは必ずリバウンドが待っていますので注意してくださいね。以上、ステップ2、カロリー制限をすれば痩せるは嘘。次にポイント3、置き換えるダイエットで痩せるは嘘。いつもの食事を丸々に置き換えるだけで痩せるみたいなダイエット法です。大事なのは置き換える食事の内容に注意してってことなんです。例えば腸内環境イコール腸内細菌たちの種類が多くないと痩せ体質にはなれないんですね。偏ったものばっかり食べていては細菌の種類が少ないのになっなかなか痩せません。特に加齢により善玉菌の数が年々どんどん減っているのにこのスープに置き換えるだけみたいな同じような食事ばっかりして偏った食材だけしか食べないのは NG。 多品目の特に日本人に合った発酵食品を毎日食べることが丸なんです。また800キロカロリーの食事を200キロカロリー程度のプロテインに置き換えるなんてダメですよ。こうしたダイエットの問題点ってわかりますか？プロテインって添加物が半端なく入ってます。特に運動後の空腹時に添加物たっぷりのプロテインなんか飲んだら添加物全吸収、内臓に負担がかかってますます代謝が落ちてデブ菌も増えて怖いですよね。以上、ポイント3は置き換えダイエットで痩せるは嘘。私も経験あると思いましたよね。お伝えしたお話はダイエット業界を責めるのではなくてこのような構造になっているのでダイエットをする方は気をつけてほしいっていうお話です。何にも知らずに軽い気持ちで始めたそのダイエットが実はその先にリバウンド地獄が待っていたという方がほとんどです。こういうことを教えてくれる人は少ないと思いますけれども、私は無知はリスクと言われるようにダイエットにはこういった側面もあるということを理解した上でご自分で納得した上で始めた方がいいですよという思いで今回お話しさせていただきました。私のところに相談に来られる方はカロリー制ジム通い、痩せる数十万するような矯正したり、お腹ブルブルマシーンなど自宅で簡単にできる運動器具などなど、これまでダイエットに数百万も使って結局リバウンドを繰り返して代謝も落ちて体内年齢も実年齢よりも15歳も年を取っているような、体の中から老化して痩せにくくなってどうしようもない状態で来る方がほとんどです。こんなことあんまりだと思いませんか？何回もリバウンドで体のバランスを崩してそこから元に戻す大変
なんですよ。体質改善は最低3から4ヶ月、かなり体のバランスを崩してしまった方はやはり半年以上はかかります。なかなか体重が落ちないことでモチベーションが下がってしまう生徒さんもいらっしゃるんですよね。その気持ち私もよくわかります。誰だって良い時悪い時意識しますよ。でも私ははっきりお伝えします。今は体重が落ちるタイミングではないから大丈夫、キープできていれば丸、必ず体重が落ちる日が来ます。このように私にはその方が必ず健康で綺麗に痩せる未来が見えてますので、不満に思われようが絶対に無理させることはしません。お一人お一人これまでのダイエット経験や生活環境、体の不調や病気、お薬の服用などそれぞれ違うんです。なのに同じマニュアルを使ってこれしてくださいなんて、そんな無責任なこと絶対できません。このお話がこれからダイエットを始めようと思っている方や、今ダイエットに取り組んでいるんだけれどもなかなか結果が出ていない方のお役に立てればとっても嬉しいです。また何かご意見のある方はコメント欄でシェアしてくださいね。ここまで聞いてくださったあなたは、リバウンドを繰り返すダイエット地獄からどうやって抜け出せばいいのって思いましたよね。そんなあなたへ、こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら、1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは根本的な痩せ体質に生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないっていう方は、ぜひこの機会にチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやご感想などコメント欄にシェアしてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。